吉田さん、命の賞味期限ね。あの、自分の賞味期限だけじゃなくって、この人に何かしてあげたいっていうふうな、他者の賞味期限もありますよね。前もお話ししましたけども、私が両親にね、なんかこう、恩返しっていうか、親孝行の真似事しようと思っても、美味しいもの食べに行こうよって言ってもね、いやもうそんな食べらんないよって、もうそんな若くないんだからさ、ちょっとでいいんだよ、みたいになったりね、うん。なんか観光旅行行ってみようよ、一緒にって言ってもね、もそんなにね、歩けないから。 まあいいよもう今日は休もううん午後から出かけよう温泉入って使ったやビールでも飲んだ方がいいよみたいなこんな感じになっちゃうんですよねだからねまあこれは無理を承知で思うんですけども今私がねまあ親孝行したいなと思う両親の50代ぐらいの姿に出会えたなら同じ同年代として出会えたならねもっともっとなんか親子っていうよりもね友人のように 腹を割ってかかかり合りえたんんじゃないかないと思うんですよまあ実はねそういった妄想をドラマにしたのが「流星ワゴン」っていう香川照之さんが出てるねドラマだったんですけどこれ私すごい好きでね見てたんですけどもオーディションまで受けたんですよそしたらうちの両親もそれ好きでずっと見てたらしくってねちょっとシンクロだなと思うわけなんですけども「流星ワゴン」っていうドラマですでやっぱり物事には全て締め切りがあってしかもそれは いつ賞味期限になるか全く分かんないんですよね。何の前触れもなくいきなりそれは訪れると思うんですよ。で、そういう待ったなしの状況で、明日にしようとかね、なかなか行動できないんですと。そうなってくると、そういう人生を受け入れなくちゃしょうがなくなってきますよね。だから変わりたいけども、変わるための行動を起こさないっていことだと、本当に、ね、もどかしい気持ちがどんどん肥大するばかりで、そのうち本当に手遅れになってしまう。 やっぱりね、60代や70代で億万長者になってもできることって限られてくるんですよ逆に10代や20代で巨万の富を手に入れてもできることって限られてきますよねだから油の乗った年代って本当に限られていて30代とか40代とか50代の前半とかそのぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですよねだから私たちが勝負できる土俵ってのは実はほんのすごくね人生80年っていってもいや賞味その3分の1ぐらいの期間しかないんじゃないかなと思うんですよね 頑張らないとねすいっらっしゃい。